どうも、プロテインです。ですね、今かなり落ち込んでます。今日現在日付は8月5日火曜日、今7時半頃なんですけども、今日会社で失敗しました。はい。マジでね、今思い出すと本当心痛いですね。吐き気をするぐらいちょっとね、やらかしてしまいました。で、なんで動画撮ってるかというと、まあこういう感情になることってね、まあ、ほぼめったに、そこまで頻繁に起こるわけじゃない。なので、まあ、こういった機会なので、ぜひ、まあ、本当にね、やらかしてしまって、今、本当、心折れてるんですけども、まあ、その心境をね、こうやって動画に撮ることによって、今見てる、心落ち込んでる人、ちょっともう、明日から会社行きたくないなとか、学校行きたくないなと思ってる人のためにね、まあ、そのため、その人以外にも、まあ、向けてる、発信してるんですけども、少しでもね、まあ、こういう思いの人がいるんだぞと。一人じゃないんだぞっていう動画を作りたいと思ってね、まあ、撮ってます。はい。で、何が辛いかというとね、もう優しいんですよ、まず。失敗してもね、何も言わず。まあ、笑顔にはなってなかったけども、まあ、何も言わなかった。何も言ってくれなかったことがさらに苦しい。なので、もう自分がやるせなくてね、本当もうかなり本当ね、自分がバカバカしくて、本当マジで痛めつけたいので、もう、でも当たるもんがないんですよ。まあ、なので、もう当たるもんって言ったらもう自分の腕をね、痛めつけようと思ったので、このちょっとやるせなさと、失敗した悲しみ、そして怒りをね、自分に向けて、どれぐらい追い込めるか、ちょっと腕を本当痛めつけていきたいと思います。では、やっていきます。クソできない。できない。ちくしょう。失敗しない。もう失敗しない。失敗しない。失敗しあと1回や。このあと1回が大事だと思うんですよ。筋トレにおいてね。もうこれダメだと思ってしまう、そこで終わってしまうので、あと1回、あともう2回やるっていう意識が筋肉を成長させますので、まあ、ぜひそんな意識でやってみてください。で、これはどんなトレーニングかというと、まずは、この位置でね、ここの長さで上腕二頭筋を鍛える。で、今度はね、可動域を大きくして、ツイストさせて、ちょっと外側の上腕二頭筋を鍛えます。で、最後は可動域を一番多くして軽い重量で鍛えることによって、いろんな刺激が一気にいくので、よりね、上腕二頭筋がパンプアップしていくんですよ。マジで悲しい。悲しい。
ラガー飲んじゃった。ハンドを使ってゆっくりクロス。よし、上げれないときはハンドを使ってゆっくりゆっくり下ろす。ダンベルの重りを二頭筋にグッと乗せてあげる。ここね、乗せる。グッと。こうやってね、ほんと落ち込んでたらね、やっぱダメなんですよ。うん、いつまでくよくよしててね、あえてしまって変えられないんですか、過去は。うん、人と過去は変えられませんから、やっぱり、自分とね、明日の考え方っていうのは、今すぐにでも実行できます。でも俺はそれがちょっと苦手。まあ、少し繊細な部分があるので。なので、明日のメリハリをつけるために今自分をほんと追い込む。それだけでだいぶ違ってくると思いますので、まずあと2セットやります。はい、やべえ、パンパンですね、マジで。ハンド使ってゆっくり下ろす。ハンド使ってゆっくり下ろす。まだまだ。こんな失敗、あの失敗、こんな苦しみ、何言ってんか分からない。今見てる落ち込んでる人もね、まあ、こうやってねストレス解消する人もいるんですよ。だからね、十人十色いろんな人がいる。悩んでることはちっぽけなんですよ。うん、だから痛めつけてね、その反省する気持ちが大事だから。自分に言い聞かせてる。ツイストさせながら、ねじりを入れながら上腕に頭筋ゆっくりゆっくり下ろ、ねじり下りながら上腕二頭筋。次は全部使ってね、グッと乗せていく。軽重量でグッと上腕二頭筋意識して、肘は動かさない、なるべく。最後1セットやります。苦しさでね、いや本当の話、あのこの筋トレの苦しさで、その今日失敗したこと、まあ仕事で失敗したんですけども、
そのね、やっちまったなっていう気持ちがね、ちょっとだけでもね、緩和されていくんですよね。この苦しさで、また終わった後、また思い出す鬱になるんだけども、でも、こういった気持ちになれたってことはね、ほんと前向きに一歩踏み出してる証拠です。なんですよ。で、またこの動画はね、そういった気持ちになってほしいっていう、僕の思いがね、そのオーラが出てますので、絶対見るだけでもね、だいぶね、ちょっと元気になってきたでしょ。多分。よし。最後いきます。最後、上腕二頭筋、最後のセット。痛めつきます。この時にね、腕とお腹に力でね、ここを維持しながら、この上腕二頭筋だけで上げていくようなイメージでやってみてください。もう一回できたら熱いこと起きる。負けない。ということで、上腕に突き乗せる、ギュッと絞る、いや効いてる、あらよしよし、できるぞ、よっしゃ、いけ、生きてる以上ね、笑いもあればね、悲しみもあるんですよ。そういった気持ちをね、そういった気持ちから逃げちゃいけない。この動画撮った理由はそこなんですね。撮ることによってまたこの原点に戻るというか、この落ち込んだ時の気持ちを思い出して、こうならないようにね、是非皆さんも気持ちを切り替えて、悪いこともあれば必ずいいこともその分あるんですよ。幸せってプラスマイナスの組み合わせですからね。ぜひ、この動画を通じて頑張っていきましょう。ありがとうございました。